稲葉民団記は稲葉国に関するものとしては最古とされる史書である。1688年に完成し、八部十巻からなる。原本は消失して現存しないが写本が複数伝えられている。作者の小泉智方元六四年は鳥取藩の人物である。もともと岡山藩の池田三中の家臣の家に生まれ、 三中が岡山から鳥取藩主へ国外になったのに従って稲葉国へ移った。まだ20歳の頃に京都で諸子百科や廃士など文学、私学を治め、江戸へ出て儒学者、林羅山に指示し、さらに医術を学んだ。31歳から5年間鳥取藩で転移として仕えた後、病を得て辞職した。その後は鳥取に暮らして、 在地の文化人と交わり、江戸時代初期の鳥取における文化を担った。友剣は20年を費やして、稲葉国各地をめぐり、現地に伝わる資料や古書、電気を収集した。これをまとめたものが、稲葉民団記である。原型は1673年におおむね、完成していたとされている。その後も修正や過失が続けられ、1688年に完成版となった。 これは、鳥取藩の知史書、歴史書としては、最初のものだった。その後、複数の写本が作られた。友県の自筆による原本は1720年に起きた鳥取の大火によって消失したとされている。原本は現存しないため直接確認することは、できないが、稲葉民団記を参考に編纂された、稲葉氏の序文の記述や、著者である、 小泉智方の母子の記述から稲葉民団記原本は全10巻だったと推定されている。その内容は以下の8部構成だった。このうち分量が最も多いのが国主の部で稲葉民団記の中核部とみなされている。この部では稲葉国の歴史を古代の国史、中世の守護、戦国時代の同姓と鳥取城主の変遷。 鳥取藩主池田家の知性などを軸に衝述している。また、名所、軍教神社、仏閣の部は稲葉国の知史が記されている。中心となる国主の部に関して、戦国時代の記述について、田島国をはじめ稲葉国や法規国など、山陰地方一円の守護職を務めた山梨の内紛に関する言及が不十分であるとする指摘がある。これは、 稲葉国に隣接する田島国の村岡藩を山梨の公営が収めていたので、これに遠慮したものと考えられている。稲葉国軍号山川図名所と筆記、私文、書打った会の部は資料編としての位置づけである。筆記の部は散逸してしまっている資料の内容を多く伝えており、貴重とされている。また、騎士に相当する部分の中にも、 稲葉国の歴史を知る上で重要とされる稲葉国軍号保証記が資料として掲載されており、これらが歴史書、歴史資料としての稲葉民団記を価値の高いものとしている。同書の研究は徳永職男鳥取大学元教授のものが有名であり、長らく鳥取県の中世史研究において重要な資料とされていたが、近年の研究によれば、 江戸初期という時代背景からも、同書の資料批判は不十分であり、資料というよりも論考、資料として扱う方が良いとされている。写本は数多く現存しており、鳥取県立図書館、鳥取県立博物館や鳥取大学などに、漢本が所蔵されている。県立図書館所蔵のものは8部15巻となっている。刊行されたものとしては、稲葉民記や、 稲葉民団記といったものがあり、元白文庫版、稲葉民団記は、皇帝が優れているとされている。稲葉民団記は、鳥取藩の最初の歴史書として、その後の様々な地歴書の参考にされた。とりわけ、稲葉氏はもともと、稲葉民団記の増法版として企画されたもので、現代を、俗稲葉民団記、増法民団記としていた。 1829年に成立した鳥伏氏は、鳥取藩氏、岡島正義氏による著書である。岡島はこの作品の中で、先行する歴史書である、稲葉民団記や稲葉氏の内容を吟味し、記載されている書字の真偽を分析、記表を行った。2530個を消失した、村岡藩を治めた山梨は、大名家としてではなく、 旗本として収めていた。稲葉民団記執筆当時の村岡藩三名家の当主は三名乗り豊かである。取伏氏は著者の岡島家の秘伝とされており、明治時代まで公にされなかった。執筆は1826年から1829年にかけて行われたと目されているが、現存するものは全体として未完成な部分が参見され、 最終的な完成版として表されたものであるかどうかはわかっていない。ありがとうございます。